はいどうも、今日はね財布を落として宿代10ゴールド払えたくなった件っていうのをやっていこうと思います。財布落としたらそうね10円ですら払えなくなるよね。さあちょっとどうなのかやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お、ハロルドで行こう。勇者ハロルドは故郷の村を立ち魔王を倒すため旅に向かった。道中ハロルドは最初の町に着いた。ここって一部屋いくらですか？一部屋10ゴールドになります。あ、じゃあ部屋借ります。財布申し訳ございません。勇者様、ここは後払い制ですのでお支払いはチェックアウトの時に。そうでしたか、わかりました。では失礼します。うん、10ゴールドの後払いで宿を借りた。後払いだったのね。まああるよね。財布がねえ。何ですかねこれ、ドッキリ。いやもうびっくりしちゃうじゃん。やだなもう。マジでかよこれ。オッケー、なくした財布取り戻す。ちょっとヤバそうなのは後にして、クローゼット調べよう。あされあされ、やりすぎや。絵本見っけた、まあ、ちょっとあとね。なんだこの棚、開かないのかよ。脱出ゲームだ。おう、そう、じゃあよろしくで。うん、違った。おう、この宿窓高えな。ボタンは？ボタンリセットボタンかな。遅っ。爆破ボタンでした。ゲームオーバーになっちゃったよ。はい、もう一回やっていきます。あのボタンは押しちゃダメなやつでした。ちょっと絵本見っけてから。まず、クローゼットの漁り方が激しいよね。とりあえずまず絵本をね見よう。川の表紙には絵本と書かれているが、絵と本の間がやけに広い。薄く何かが書かれている。なんだこの女の半裸写真は、マジキモいんですけど。うーわ、マジキショイわー。え、そういう本だったの？あ、エロ本だったのね。というかこれ全然絵本じゃなくね。女の下着写真ばっかだし、いつ始まるんだよファンタジー。絵本の3文字が表紙に書かれているが、もしやこのタイトル一文字欠けているんじゃないか。うん、で、え、絵本、エロ本だったとして何の数字になる？ちょっとわからんわ。ちょっと一回ベッド行こう。床になんか掘られてるぞ。赤サタの浜やらは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0。 あ、そういうこと？ポケベルスタイル。おかしくない？でもそうすると、絵が1の4になるじゃん。そうなると何なん？1を4、え、それ足せばいいのかな。1と4で5とか。そんなことないよね。何これ、どういうこと？5、14とかになっちゃうね。うん、5、14、11。え、もう普通に、うん、わからないよ。こっちだ。あ、いたわ。1960。あ行が1っていう
ことやった、単純に。よし、プラスドライバーが出てきた。こいつさ、宿屋で休んだのにさ、なんで HP1 なん？さあ、プラスドライバーを手に入れた。いけないか？使えないね。さあ、どこだ？今これやったでしょ？調べられるところもうあれしかないよ。これがね、単純にね、あ行が1ね、え、エロ本だから、えがあ行だから1で、ローだからラ行で9で、まあまあ、そういうこと。うん、何回エロ本って言うんだ。ここにプラスドライバー、これ装備じゃないんだね。これもう一回押すよ、もう一回押すからね。あ、よかった。このスイッチを固定しているネジ、プラスドライバーで取り外せそうだな。これさ、脱出ゲームになってるじゃん。赤いスイッチの下から青いスイッチが出てきた。あのバーバー財布取りやがったな。遅っ。あれ、嫌な音聞こえんな。宿が変貌を始めた？なんだ？何が起こったんだ？やべえ、マジ意味不だわ、これ。なんかやべえやついんな。食べ物食べようぜ。普通の洋服。普通の洋服かな？ケーキ。番号違った。竜の石、石像の口に何か判別が難しい。あれ？なんか書いてあるぞ。左のマーシャが好きなのは食べ物、洋服、絵画、ピアノだった。右のセルンが好きなのはカーテンの窓。カーテンの窓。ベッド、豪華な椅子、ぬいぐるみだった。食べ物、洋服、絵画、ピアノ。ちょっと待ってね。食べ物、1、2、3、4、5、5、6、4、うん、5、6、4、え、5、6、4、1、仕掛けが動いているようだ。どの仕掛けが？もう一回。窓2、ベッド1、豪華な椅子2、2121。あいつ椅子座ってないよね。21。あれ違った。212。ん？あ、カーテンの窓ってカーテンがってこと？違うじゃん。あ、何？え？カーテンの窓でしょ？窓でしょ？ 2 でしょ？で、ベッドは1でしょ？で、豪華な椅子は2でしょ？で、ぬいぐるみも1でしょ？違うんかな？あいつ椅子に座ってんの？一回あいつに話しかけた方がいいんかな？うん、どういうこと？ぬいぐるみ、これもぬいぐるみか、もしかして。くっすきもぬいぐるみが佇んでいる。ぬいぐるみだったわ。これさ、じゃあやっぱ2、2、あー、合ってたわ。仕掛けが動いているようだ。竜の石像の口から何か落ちた。よし、取ろう、拾おう。おお、財布だー。こんなところに貼るなんて気づかなかったわよ。もう、うひょ、これで十字払え。1ゴールド使いたいんですけど。はぁ、ちゃんと俺スライム倒したよね。それでたかだか1ゴールド。はぁ、もっと金落とせよスライム。なんなんだこんなクソ世界。ほらんじまえ。はい、いやいや、面白かった。仕掛けも割とね、うん、ちょっと考えたわ。簡単だったけど考えたわ。俺の頭が悪かったんかもしんないけど。うん。ということで結局ね、
出れなくて、何勇者覚醒して滅ぼしたん世界を。わかんないけど、そんな感じかな。うん、魔王的なのがいると思ったらくっそキモいぬいぐるみだったわ。いやーね、みんなも後払いだとしても、まず財布を確認、財布の中も確認、全部必要だね、やっぱね、ちゃんとしてからにしよう。ほら、あんな脱出させられることになるかもしれないし、最悪ボタンを押して爆破だよ。ボタンなんてだって人は押したくなるからね。宿代払えなくなったら爆破の危険があるから気をつけよう。はい、ということで今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた。